皆さん、こんにちは。東京都環境局主催、食品ロス、使い捨てプラスチック削減に向けたウェビナー、Let's s a g o o d for Earth 環境にいいことを始めよう。私、国際協力や社会問題について YouTube で発信をしております。フリーランス国際協力士の原監太と申します。本日はよろしくお願いいたします。本日のテーマはですね、まあ、食品ロス、それからプラスチック削減という、まあ、大きなこの2つのテーマについて、 学生さんの発表、それから専門家の方のお話を聞いていくわけですけれども、私自身はこれまでアフリカをはじめとした発展途上国でずっと国際協力の活動に携わってきました。そういった、いわゆるその貧困の現場に行くとですね、満足に食事を取ることもできない、そういった子どもたちとも多く関わってきたんですけれども、一方で日本に帰ってくるとですね、今日も詳しくあると思いますが、たくさんのまだ食べることができる食料が廃棄されている、そういった問題を を見るに、えー、見る中でですねこの食の不均衡世界の不条理そういったものを日々感じております今日はですね皆さんの発表から私自身もたくさんのことを学びたいと思っておりますのでよろしくお願いいたしますさて本日は東京都内の8大学の皆さんにお集まりいただき食品ロスや使い捨てプラスチック削減に向けた日頃の取り組みや研究について発表していただきます 視聴者の皆さんも大学生の方々の取り組みを参考にですね、ご自身ができる環境にいいこと、取り組みを見つけていただければと思っております。さて、スタジオには食品ロス削減、それから使い捨てプラスチック削減の専門家であります、お二人の先生方をお呼びしております。まずは食品ロスの専門家でいらっしゃいます、東京農業大学国際食料情報学部国際農業開発学科の入江真美准教授です。はい。 入江先生は食品ロス問題の研究に取り組んでいらっしゃるということで、まあ、簡単に研究の内容についてお話をいただけますでしょうかう、ねえっとまあ、食品廃棄物とか、まあ、農業系の廃棄物のこともやっているんですけど、まあ、その一つ手前のところで廃棄物になる手前のところでそれを減らすっていう取り組みがもっと重要だというふうにもう常々考えていましてそのためには消費者の理解というのがもうとても大切というふうに考えています。 このような視点から、たくさんの人を取り込むような消費者理解、どんなふうにしたらいいのかなということを研究しております。はい、ありがとうございます。今日は、あの、入江先生に、あの、詳しく学生さんの発表に対するコメントをいただければと思っております。入江先生はですね、世田谷区内の保育園、小学校での食品ロスについての職域を実施されています。うん、国内の大学として初めて、大学生協食堂にフードシェアアプリの食べてというアプリを導入し、学生さんの協力を得ながらですね、学内の食品ロスの 量を削減されたりと活動をなさっておられます。えー、本日は学生さん発表をされますけれども、若い方々にもどのような点を期待されますでしょうか。そうですね。あの多くの人が取り組むっていうことがもう本当に高い効果を生むっていうふうにま感じていますので、うん、いい仲間づくりとかですね。正しい情報をどうやって伝えていくかっていうようなところで、みんながどんなふうにこの後 紹介するのも聞きながらやっていくのかとかやっていきたいかっていうところを本当に期待しています。はい、ありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。続きましてもう一方ご紹介いたします。東京農工大学農学部環境資源科学科の高田秀重教授です。教授よろしくお願いいたします。はい、どうもよろしくお願いいたします。高田先生はですね使い捨てプラスチック削減についてどのような研究をなさっているのでしょうか。はい、あの。 プラスティックに関してというよりは、私たちの専門は、環境中の汚染物質、合成洗剤とか、環境ホルモンとか、はい、そういうのものがどこにどう分布しているのかというようなところを調べています。あの、アフリカやられているということで、はい、私たちもコロナになる前はアフリカでの調査もやってました。で、はいでね、東南アジアとか東京湾メインなフィールドですが、はい、そういうところでどういう汚染物質がどんな風に動いているのか。うん、その中でこのプラスティックに、 そういうものがどれくらいどんなものにくっついているのかるそれが生物にどんな影響を与えるのかというようなことを調べています。 なるほど。ありがとうございます。私自身もアフリカにいた頃は本当にゴミ処理の現場とかもものすごいことになっていますので、でねうん、今日あの詳しくお聞きしていければと思っております。高田先生はですね、2005年以来マイクロプラスチックの地球規模モニタリング、インターナショナルペレットウォッチを主催されているほかですね、プラスチック問題に関する書籍、プラスチックモンスターをやっつけよう、君が地球のためにできることなどを監修されています。本日は学生の皆さん、どのような点を期待されますでしょうか そうですねあの我々、このプラスチックあるいはプラスチックに関連する化学物質の問題だということで問題提起していて、はい、なるべくこのプラスチックがない使わないような暮らしをするべきではないかということを訴えているんですけどじゃあ具体的にどうするのかというところは、うん、実際にあの学生あるいは市民の方からのいろんなインプットが非常に大事だなと思いますので今回いろいろフレッシュな頭で 考えたユニークな取り組みを伺いたいというふうに考えてます。はい、ありがとうございます。高田先生、今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、えー。まず最初にですね、ここで視聴者の皆様にお知らせがございます。えー、本日この様子 YouTube でライブ配信をしておりますが、YouTube のチャット欄に注意事項を記載しておりますので必ずお読みください。またチャット欄に外部のウェブサイト等に誘導する URL が貼られていた場合は絶対にアクセスをしないようにお気を付けください。 また、ウェビナー開催中、随時皆様からのご質問を受け付けております。チャット欄に質問をご記入ください。また、ウェビナーの後半ですね、質問、いただいた質問に関しては、時間の許す限り、登壇者にお聞きできればと思います。また、質問の他にも、各発表大学への応援メッセージも、ぜひ皆さんどんどん書き込んでいただければと思います。そして、食品ロス、使い捨てプラスチック削減について、 私、原ン太がですね、初めてナレーションということをさせていただきました。そういったあの啓発動画、動画がございますので、概要欄のリンクからですね、アクセスいただき、ぜひご覧いただければと思っております。本日は食品ロス、使い捨てプラスチック削減に向けた取り組みを各大学の皆様に発表していただくわけですが、まずはじめに参加大学の皆様をご紹介します。まずは、目白大学の皆さんです。 えー、次に東洋大学の皆さんですもしよろしければカメラの前手を振ってなどいただけますと幸いですはいありがとうございます続きまして東京大学の皆さんです東大学の皆さんぜひあありがとうございます続きまして武蔵野大学の皆さんですはいありがとうございます続きまして東京農業大学の皆さんですはいありがとうございます続きまして東京農工大学の皆さんです はいありがとうございます続きまして創価大学の皆さんですはいありがとうございます最後に工学院大学の皆さんですはいありがとうございます皆様ありがとうございましたそれでは早速目白大学の皆さんから発表いただきたいと思いますでは目白大学の皆さんマイクの方をオンにしてくださいその他の皆さんはマイクはオフでお願いいたしますそれでは目白大学の皆さん発表のほどよろしくお願いいたします はい、それでは新宿区食品ロス削減協力店登録制度の認知度アップに向けた私たちのプロジェクトについて発表させていただきます。私たち飛びたゼミでは、目白大学のキャンパスがある新宿区が行っている新宿区食品ロス削減協力店登録制度に着目し、アクションを起こそうと考えました。区市の繁華街を抱える新宿区には、飲食店をはじめ食料販売店やホテル等が多く、 食食べ残残残ししや調理残差売れ残り等で多くの食品ロスが発生していますところが、この制度の認知度があまり高くありません。そこで私たちは地域の住民を対象としたフォーラムを企画し、PR 戦略の提案と問題意識の共有を目指しました。新宿区の新宿区食品ロス削減協力店登録制度は、食品ロス削減の取り組みに賛同する新宿区の飲食店などを 食食品品ロロスス削削減減協力店としし、て登録し食品ロス削減の取り組みを推進すする制度です制度の登録要件は8項目あります。これらは主にお客さんの食べ残しによって発生する食品ロスと、事業者が調理や販売の段階で発生する食品ロスの削減に向けた取り組みの2つに分類されます。 各事業者がこれらの項目からいくつかをピックアップして、実際に店舗にて実践しています。制度の登録要件8項目のうち、協力店がどれそれぞれどのくらい実践しているかを分布図を作って統計化しました。その結果、飲食店の多い高田馬場,場や大久保エリアの協力店舗数が意外にも少ない傾向にあることが分かりました。 そのため、これらの地域における認知度向上に向けた取り組みが今後の課題であると考えました。以上の登録制度において、新宿区は食べてを運営する、株式会社、コークッキングと連携協定事業を展開しています。この取り組みは、廃棄時間が近づいた商品を安く提供するフードシェアリングサービスです。では続きまして、認知度向上に向けて私たちが提案した取り組みと、実際に行った活動について報告させていただきます。 それでは私からは登録制度の認知度アップに向けたアイデア提案とその成果発表の場として開催した市民向けフォーラムについてご報告させていただきます。まず、認知度を上げるために大切にしたことが3つあります。第一に、制度を知らない人への情報発信。第2に、思わず目を引かれてしまうようなデザイン。そして第3に、より簡単に制度について知ってもらうことです。私たちは、認知度アップに向けて4つのアイデアを提案しました。 ポスターチラシ、卓上型と名刺型のポップ、そしてインスタグラムです。ポスターチラシは目を引くようなデザインにするため、青と緑で統一感を出し、地球の画像から視覚的インパクトを与えるものを作成しました。卓上型ポップは飲食店に気軽に置けるようラミネート加工をし、汚れや水気にも強くしました。台座から外して壁に貼ることもできます。名刺型ポップは、 手に取りやすいサイズ感を大切にし、問い合わせ先やインスタグラムなどにアクセスしてもらえるよう工夫しました。インスタグラムの解説、活用は、拡散力、文字数、画像数などから精度を広める有効なツールの一つとして提案しました。さらに私たちは SDGs アクションフォーラムと題して、私たちのプロジェクトの成果発表の場として市民向けフォーラムを企画しました。講師の方々もお呼びして、消費者、事業者、 自治体と様々な立場から意見交換を行いました私たちはゼミ生8名で登録制度や協力点についてさらにこの登録制度の PR 戦略について発表と提案を行いましたフォーラム参加者による意見交換はとても活発で新宿区の取り組みを広め伝え広めることができました私たち飛田ゼミ一同にとってもコロナ禍でも活動を実感できる良い機会となりました 私たちの発表は以上です。ご静聴いただきありがとうございました。はい、えー、メジロ大学の皆さんありがとうございました。後ほど、入礼先生のご意見をお伺いできればと思います。あの、本当は私もですね。皆さんの発表を聞いて、あのコメントしたい気持ちがもうすごくあるんですけれども、今日はですね。ちょっと視界に集中しなければいけないということで、えー、次に行きたいと思います。 はい、続きまして、東洋大学の皆さんの発表をお聞きしたいと思います。それでは、東洋大学の皆さんはマイクをオンにしていただき、引き続きですね。他の皆さんはマイクの方はオフでお願いいたします。それでは大丈夫そうです。そうでしうか。はい。では、東洋大学の皆さん発表をお願いいたします。こんにちは。学生団体ティップスのラハマンスメイタ高橋優奈です。私たちからはフリートと連携して行った食品ロス削減の取り組みについてお話しします。 私たちは東洋大学を拠点に SDGs とダイバーシティに取り組む学生団体です。現在は3つの大学から集まった21人のメンバーで活動しています。Tips は民間企業のフリートさんとさまざまな連携をしてきました。フリートはユーザーが広告を主張すると余剰食品を無料で受け取ることができるサービスです。余剰食品を抱える飲食店や小売り店に広告料の一部が還元されます。 ティップスとフリートでは食品ロスを削減するためには一人一人の意識が重要であるという思いからより多くの人に食品ロスの問題や解決につながるアクションを広げるため連携して情報発信に取り組んでいます。一つ目の取り組みはオンラインイベントの開催です。2019年に定められた 10月30日食品ロス削減の日に食品ロスを意識し削減につながる取り組みができるようその人日にオンラインイベントを開催しましたイベントではフリートに加えて熟して茶色になったバナナが美味しく食べられるのに捨てられてしまっている現状を切り口に食品ロスの削減を発信する大人なバナナプロジェクトをゲストに迎えて開催しました イベントでは、日本で年間どれぐらいの食品ロスがどこから発生しているのかを知った上で、それぞれの取り組みや思いを学びました。学生や社会人約40名にご参加いただきました。2二つ目の取り組みは、ウェブメディアでの情報発信です。フリートだけでなく、フリートを試験導入している食品ロス作減やコンセプトにした2つのお店を訪問して、取り組みや思いを取材しました。 食品ロスを考える特集と題して全4回の記事を作成しました。ここで記事で取り上げた2つのお店を簡単に紹介します。1つ目は、えー、と北区赤羽のお隣にあるエコロマルシェさん。まだ食べられるのに流通から外れてしまった食品や賞味期限が近い食品を低価格で扱っており、主に事業系食品ロスの削減に取り組んでいます。2つ目は、目黒区中目黒のハカリさんです。 野菜や果物を一つからはかり売りすることで、買いすぎてお家で捨てられてしまう家庭家庭系食品ロスの防止に貢献しています。お店では例えばいちご一粒から購入が可能です。産地直送でスーパーなどでは店頭に並ばない企格外野菜も扱っています。どちらも東京都内、えー、お店で買い物をするだけで食品ロスの削減につながるので、ぜひ足を運んでみてください。 特集記事はホームページとノートで公開しています。ノートではハッシュタグレクトで検索していただくと記事がヒットします。気になった方はご覧いただけたら嬉しいです。最後に今日からできる食品ロス削減のアクションの例をまとめました。食品ロス削減は特別なことを始める必要はなく、日々のちょっとしたことから実践できます。また食品ロス削減に取り組むお店やサービスはご紹介したもの以外にもたくさんあるので、ぜひ使ってみてください。 SNS で日常の日々の活動をアップしているので気になった方見てくださいご静聴ありがとうございましたはい東洋大学の皆さんありがとうございました続きまして東京大学の皆さん発表の方をお願いいたします東京大学の皆さんですねマイクをオンにしていただき引き続き他の大学の皆さんはオフでお願いいたしますそれでは東京大学の発表をお願いいたしますはいありがとうございます 皆様、こんにちは。はじめまして。東京大学農学部4年、マースガーディアンズ育成プログラム受講生の川瀬翔子と申します。私からは、食品ロスと食の貧困を同時に解決するアプローチとして、フードバンク、フードパントリー活動についてお話しさせていただきます。現在、世界的にも、そして国内でも、飢餓栄養不足の蔓延と、 食品ロスの発生が問題となっています。SDG 目標に飢餓をゼロにのグローバル指標である中程度または重度な食糧不安の満延度を見ると、国内でおよそ3%の人が食糧不安を抱えています。また、こうした食糧不安は栄養摂取状況における偏りという形で現れやすいということが分かっています。例えば 東京都が実施した調査によりますと、困窮層の子供ほど野菜を食べる頻度が低いということが分かっております。従って国内の食の貧困は食の質に関わるものであるということができます。続いて食品ロスの状況を見ると、年間およそ600万トンの食品ロスが発生しています。食品ロスの利活用には、リデュース、リユース、リサイクル、 この3つのアプローチが存在しますが、今回ご紹介するフードバンク、フードパントリーの活動は、食品ロスを食品として再分配するリユースの取り組みになります。ここで定義を確認します。フードバンクとは、食品ロスを食べ物に困っている施設や人に届ける活動のことです。フードパントリーとは、個人を対象にしてフードバンク活動を行う団体のことになります。 これらの活動は、リユースによる食品ロスの削減と、食料不安の解消。この2つの意義があります。こちらのページでは、フードバンク、フードパントリーをめぐる食品の流れを網羅的にまとめています。時間の都合上、説明は割愛しますが、ぜひ後でご覧ください。さて、フードパントリーの現場では、コロナ禍を受けて利用者数が急増しています。 右の図は、私がボランティアとして活動に参加しているフードパントリー、東京子ども子育て応援団の利用者数の推移を表しています。これを見ると、2020年の2月頃から8月頃までで利用者数がおよそ5倍に増加して、現在利用者の数は約350世帯に上っています。東京子ども子育て応援団では、世帯の困窮度に応じて、 毎週または隔週で、乳製品や肉、野菜や米などの生鮮食品や冷凍品を含む食料の支援を行っています。私は高校時代から食料問題に関心を持っていたのですが、大学に入るにあたって、身近なところで何か自分にできることはないかと考えるようになりました。そんな中で見つけたのが、当時は子ども食堂として活動していた、 東京子ども子育て応援団でした。これまでに長野や茨城の農家さんを訪問して、売り物にならない野菜や果物をいただいたり、利用者さんに配布する食品の仕分け、分配の作業に参加したりしてきました。こうして活動に関わる中で、食の貧困の実態について、より深く知ることができたとともに、生産者をはじめとして、 食に関わる人の思いに触れることができ、食の大切さをますます強く実感しているところです。最後に、フードバンクやフードパントリーを支援する方法についてご紹介します。お金の寄付、食べ物の寄付、そして何より時間の寄付が求められていると思います。ぜひ、大学生の皆さんには、ボランティアとして、 現場を見ていただいて、これらの活動の実態や意義を体感していただければ嬉しいです。参考文献は以下の通りです。本日の発表が少しでも皆様の参考になれば幸いです。ご静聴ありがとうございました。はい、東京大学さんありがとうございました。ここまで目白大学さん、 東,洋大学さん東京大学さんの発表をご覧いただきましたが井出先生各大学の皆さんの食品ロス削減に向けた取り組みについてお聞きしていかがでしょうかそうですね、えっと、まず目白大学の、えー、飛び立て日の皆さんですけれどもあの農大にも食べて入れてるんですけれどもあのいろいろこれだけで減らすのも難しいなっていうふうに食べてだけでやるのも難しいなっていうふうに感じたところですけれどもちょっとだけ質問があって。 質問して大丈夫なんですかねはい大丈夫です,夫です、ね、小さいお店ですね従業員数がとっても少ないようなお店とかどんなふうにされているのかなと思いますはい、えー、目白大学の皆さんマイクをオンにしていただいて今の入江先生からの質問を答えいただけますでしょうかはいご質問ありがとうございます、えー、従業員数の少ないお店の対策対応という点において 私たちも夏休みの時間を使ってこう飲食店の協力店の方に取材に行こうと思ったんですけれども、コロナ禍ということでやはり行動が制限されてしまって、なかなかあの実際に現場に向かってとっていうことができなかったので、そこは分からない状態です。申し訳ございません わかかかりましした、はい、先生いかがでしょう私あの農大のあるとこの最寄り駅のとこの小さなパン屋さんにも食べて導入したいって言われてあの航空機具の方と一緒に説明とかにも行ったんですけどやっぱり一人でパン焼いてレジもやらなきゃいけないバイトの子が来ない間とかにこの情報を出すのすごく難しいって言われてそれ以外の協力者消費者かなって今思ってるんですけどそういうところがないと商店街のところってやっぱ小さいお店がたくさんあるのでそういうところも みんなでやりたいって思いはあってもこロックス減らすっていうのはもう少し違う協力者が必要なのかなっていうふうにシステムだけじゃなくて協力者がいるかなっていうふうに感じたのでどんな風にされているかなと思いました。うん、はい、ありがとうございます。続いて東洋大学さんに対するコメントいかがでしょうか。そうですね。私このフリートっていうのは全然知らなかったのであのすごくいいなっていうふうに思いました。でまあ実証実験中ということですけれども。 あのすごく面白いなって思ったのがこう大学間をこうまたがっての活動というかグループっていうことなのであの今すごい今風って言うとあれですけど面白いなって思うのはこう大学間またがって同じ意思の人同じ目的意識を持った人で集まっていてのやり取りとかこう考えとかですねいろんな多分職ロスに限らない活動されてると思うんですけどどうやってこう意思疎通、もちろんズームもいっぱいあるんですけど 気持ちをこうやってどれやろうとかっていうのを決めていったりどんなふうにされているのかなっていうのをちょっとあの教えていただきたいなと思います豊、はいえー、大区の皆さんあのマイクの方ぜひ、ね、オンにしていただいて今の質問いかがでしょうかはいご質問ありがとうございます、えっと、現在ティップスのメンバーはあの20名ほどいるんですが、まあ、SDGs の,あの17個の目標でそれぞれ自分の興味のある、まあえっと、プロジェクトに対して完全に拒否でやっていますて まあツールとしてはスラックだったりとか、まあ、LINE で意思疎通を図って、えっとまあ、それぞれ興味のあるプロジェクトに参加したいです参加したいですっていう感じであの一緒にやってるっていうふうな活動の仕方です。はい、ちょっと、 教えててていいたただきんんんでですすけどど学年の分布ってどんななっなな風にるんですか、はい、今の2年生とか大学の1年生ってこう、うん、入学式もできないでとか都内だとあったと思うんですけどどうやってこうつながっていくのかってとってもあの関心があるんですが、はい、あそうですねえっと私は2年で、えっと、スメリの方が1年生なんですけれども、うん、本当に1年生から4年生までいて、えー、何ですかね <laughs> 本当に何だろう自分の活動できる時にする興味のあるものに。 参加するっていう方式を取っているのでなんかえっとなんかフェードアウトしたとかなんか逆に入ってきたぞっていう感じではなくって本当に自分の意思でやりたいように一緒に活動しているっていう感じなので非常に柔軟性のあるあの団体じゃないかなと思いいままますすわかりりりしたああががととううごござざいます。 そうです、ね、じゃああのいい私もあのフードバンクとか実は世田谷にあるところにインタビューさせていただいたりとかまあズームでだったんですけどすごい具体的な活動をこうされていてコロナのこともあったので私たちすごくあの実際の場所に行くっていうことも難しかったりあとコロナの中では子ども食堂の活動ってすごくあのもうクローズしてるっていう時期もあったと思うんですけど、うん、どうやってこんなふうにアクションを起こせたのかなとか。 具体的に活動されてみて子ども食堂に来る人たちにフードパントリーとか人に直接会う機会とかあったら皆さんどんな感じだったのかっていうのが、うん、コロナですごい今苦しんで本当どうなのかなってすごく心配してるんですけどあの実際の活動されてどんなだったか教えてくださいいかがでしょうか、はい、ありがとうございます、はい、あのあの先生がおっしゃる通り子ども食堂としての活動はできなくなって、えー、フードパントリーという形でその食品を提供するっていう活動に 移行していいいる団体が多いというふうにあの私自身も感じていますで、まあ、その中であのフードパントリーの方の活動に関わらせていただいているんですけれどもあのコロナでこう生活が苦しくなってしまったっていう声を利用者の方から聞くことが多くなっていますのでやっぱりこの今回のコロナ禍の影響というのは非常に深刻に表れているかなというふうに 思いますがその一方でフードパントリーの活動や子ども食堂の取り組みっていうのが社会的に認知されて広がりつつあるということも感じていましてあのそうしたこうニーズに対して答えるだけのネットワークであったりあの答えるだけの食品の支援であったりっていうものがあの実現されるようになってきているということ自体はあのとても歓迎することなのかなというふうに思っていますので,でこれからもあの実際に自分が現場に関わりながら このネットワークの発展というものを注視していけたらなというふうに思っています。 はい。入江先生、ありがとうございました。あの、私も一言だけコメントさせていただくと、まあ、本来、衣食住と呼ぶように、まあ、食って私たちの生活の中心というか、まあ、根幹であったと思うんですけれども、まあ、今のこの社会の中で生きていると、生産の現場、それから廃棄の現場で一体何が起きているのかって、私ってほとんど知らないと思うんですよね。こういったことを、まあ、大学生の取り組みの皆さんの発表を通じて可視化していくっていうことだけに、すごく意義のあることなのかなと今、皆さんのお話を聞いていて思いました。 続いては武蔵野大学さんの発表に移りたいと思いますそれでは武蔵野大学の方で皆さんの方ですねマイクをオンにしていただいてその他の皆さはオフでお願いいたしますそれでは発表の方よろしくお願いいたしますはい、これから武蔵野大学海洋プラスチックラボの発表を始めたいと思います発表は板倉伊佐美新井が行いますよろしくお願いいたします 海洋プラスチック,クラブは、武蔵野大学工学部環境システム学科独自の課題解決型授業である環境プロジェクトの一環で行われています。そこでは課題に対して、計画、実行、評価、改善を繰り返し行っています。これら一連の流れはすべて学生主体で行っています。また、行政や企業と協力して解決策を考えたり、また地域を巻き込んだイベントを開催したりしています。 以下の活動を行いました今回の発表ではアクセサリー制作とワークショップについて以下のスライドで説明したいと思います私たちは笠井臨海公園で浜辺の製造活動を行いそこで採取したプラスチックごみをプラスチック粉砕機で細かく加工しアクセサリーを制作しております制作時の工夫点は 色付けを行う際にプラスチックゴミが目立つ配色にすることです。制作したアクセサリーは独自に販売サイトを立ち上げ、そこで販売を行っております。アクセサリーのブランド名はラ・ベルメール5です。未来にも美しい海を残していこうというメンバー5人の意思が込められております。現状の課題といたしましては、プラスチック劣化、汚染物質吸着等の観点から、 通常のリサイクルシステムでででは困難である点です。課題の解決策として、製品強度を問わず、かつ体内吸収の可能性がないように、樹脂などに封じ込めたアクセサリーなどの製品を模索しております。ここで私たちから環境配慮行動への提案として、アクセサリーを購入する際は、エシカルブランドのアクセサリーの購入をしてみてはいかがでしょうか。 購入することや商品の使用をすることがブランドの支援や環境配慮行動につながります。ここでアップサイクルブランドであるカイルデザイン様のご紹介をしたいと思います。アップサイクルとは出られるはずのものに対して新しい価値を与えながら製品を生み出すエシカルなリサイクル方法です。私たちの製品もカイルデザインさんを参考にして制作しております。 カエルデザインさんは様々な障害を持つ人たちと共に廃棄される海洋プラスチックやフラワーロスなどを回収しアクセサリーなどに加工するブランドですアクセサリーは浜辺等で回収したマイクロプラスチックをアップルサイクルできるものとできないものに分別してできるものは重曹を使って海洋プラスチックを洗浄しています重曹を使うことで プラスチックに付着した汚れを落としています。製作は障害を持つ方々が手作業で行っており、これが障害を持つ方々の生活改善や自立につながり、SDGs で目標とする誰一人取り残さないの実現を目指しています。次はワークショップについて説明いたします。 私たちの活動に興味を持って私たちの活動に興味を持っていただいた関連団体様からお声をいただいてワークショップも昨年度開催いたしました参加者はその活動ワークショップの参加者は小学生の低学年の方がとても多くて楽しんでアクセサリーを制作しておりました そこで行った展示紹介なども砂を用いてプラスチックを宝探し風に探すというふうな展示紹介を行い、プラスチックについて楽しく学んでいただけるようにいたしました。また現在も企業様とのワークショップに関する計画をただいま進めております。以上で海洋プラスチックラバーの発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。 はい武蔵野大学さんありがとうございました続いて東京農業大学さんの発表に移りたいと思います東京農業大学からは入江先生が所属されている研究室の学生さんに発表をいただきますそれでは東京農業大学さん以外の方はですねマイクをオフにしていただいて発表を聞いていただければと思いますそれでは東京農業大学さんの発表をお願いいたしますはいえー、私東京農業大学国際農業開発学科の 大久保ットが本日は草ストローで目指すやつプラスチックについてお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。私はウミガメの鼻にストローが刺さってしまっているという動画を高校生の,高校生の時に見た際に、まあ、プラスチックの問題というのにとても衝撃を受けて、えー、まあ強く関心を持ちました。 で、そこで今、コロナの影響もあり、容器包装などプラスチック消費っていうのが増加しているかなと思うんですけど、大学の2年の時に、プラスチック問題の解決の糸口になればと思い、植物性のストローである草ストローの販売を、えーまあ、会社を設立して、日本全国で始めました。で、早速、まあ、そんな草ストローの特徴っていうところについてご説明させていただきたいと思うんですけど、 二つ目に、ベトナムの農村で栽培されていることです。草ストローの原料は、ベトナムの都市部のホーチミンという都市から離れた郊外の農村で栽培しているので、えー、現地の農村の雇用創出というところにもつながっています。そして二つ目に、使用感の部分で、どうしても、今市場に多く出回っているものが紙ストローだと思うんですけれども、ふやけてしまったり、口に張り付いてしまうっていう、 えーまあ、使用化の部分で少し課題があるかなっていうところを草ストローであれば、まあ、プラスチックと同じ、えー、口触りで口に張り付くことなくそして長時間ご利用いただけるっていうところが、えー、2つ目の特徴になります。で3つ目に完全成分解析であるところです。で完全成分解析っていうのは、まあ、実際に、えー、自然土などに、えー、捨ててしまっても完全に土に帰えるっていうもので 無農薬無添加で栽培から製造まで行っているストローで、草の、まあ、加工をしているのではなく、茎をそのまま利用しているので、まあ、最後、使用後には公園で使われている草木と同じように分解することができるという、完全性分解性という特徴は草ストローならではの特徴なのではないかなと感じています。でこちらが今後、私が目指している 循環サイクルのシステムっていうものなんですけど、具体的には飲食店で草ストローを、えー、多く使っていただいて、でそこで出た、まあ、使用、使い捨てのストローなので、使用後のストローをただごみにしてしまうのではなく、まあ、飲食店で出た生ごみなどと一緒に堆肥化または家畜の飼料などとして活用し、そこからまた再度生産した作物を飲食店で まあ、レタスであるとか、そういった形で提供するっていうサイクルを目指しています。で、これによって、まあ、プラスチック削減、プラスチックストローの代わりにエサストローっていうだけでなく、ゴミの削減にもつながるというのが、このシステムの大きな特徴かなと思って、現在活動を続けています。はい。で、こちらの写真なんですけど、その、まあ、循環サイクルの一例として、実際に私が 自宅で段ボールコンポストを作成して、粉末化したストローを堆肥化してみたという写真になります。で、さらにお客様から、お客様が飼われているうさぎであったり、ヤギであったりの写真をいただいて、まあ、実際に動物がストローを食べたよといったような写真もいただけました。で、先ほどのシステムを構築するにあたって、現在、草ストローを全国にさらに普及するために、 多大学まままたたは自治体の方々とも連携しながら進めています、まあ、私たちの活動のモットーとして毎日ちょこっとエコな選択をというモットーを掲げていて、まあ、どこか誰か一人がたくさん頑張って活動するのではなく一人一人が、まあ、マイバッグだったりあとまあマイボトルもそうですけど、まあ、ちょっと環境のために エレベーターじゃなくて少し階段を使ってみようっていうその小さなアクションを積み重ねることで大きな環境問題っていうところの解決につながっていくのではないかなというふうに感じています、えー、私たちの、えーまあ、ホームページまたインスタグラムもやってまして実際に全国で導入していただいている店舗の、えー、導入店舗一覧等も見れますのでぜひ興味のある方は えー、足運んでみてほしいなと思います。ありがとうございました。はい、東京農業大学さんありがとうございました。続いて東京農工大学さんの発表です。東京農工大学からは高田先生の研究室の学生さんに発表をしていただきます。東京の失礼しました。東京農工大学の学生ボランティア団体プラゴミ減らしたいの皆さんです。 それで東京農工大学さん以外の方はですね、マイクをオフにしていただいて、えー、発表の方いただければと思います。それでは東京農工大学の皆さん、発表の方よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。えー、私たちは東京農工大学の学生団体、プラゴメ減らしたいと申します。本日は、本学における 5R の推進とプラゴメ減らしたいによる脱プラチャレンジをご紹介いたします。えー、まず、大学の取り組みについてお話し,します。 本学は2019年8月、農工大プラスチック削減 5R キャンパスという活動をスタートさせました。5R とは政府が書かれている 3R プラスリニューアボー、の基本原則にリサーチ、研究を加えた本学独自の取り組みです。この活動宣言によって農工大では新しい教育活動やプラスチック削減対策を始めました。具体的には2020年度から本学の1年生全員に対して プラスチックの問題を学ぶ特別講義を始めました。また、大学構内の自動販売機からペットボトルを廃止し、代わりに農工大キャンパス各地に給水器を設置しました。今では給水器を使ってマイボトルに水を汲む工程が農工大の日常となりました。続いては、学生団体プラゴミ減らしたいの紹介です。プラゴミ減らしたいは、大学の 5R キャンパス活動,活動のスタートと合わせて、この活動を 学学生生生からも推薦してていくたために、有志の学生が集まって生まっれた団体です。当団体では初めに農工大の学生を中心にプラスチック削減に関するアンケート調査を行いましたその結果代替品の値段が高い見つからないという意見が多くありましたそこでプラごみ削減を気軽に始められるアイディアをシェアするためツイッターやインスタグラムなど SNS を通じて メンバーが日頃行っている、または最近試してみたプラ,ゴミプラゴミ削減の取り組みを紹介しています。こちらは今までの投稿の一例です。流しの三角コーナーの代わりに新聞紙の入れ物を使ったり、プラ容器入りのハンドソープの代わりに固形石鹸を使った取り組みを紹介しました。また自分の容器で洗剤や食品を買えるお店の情報提供もしました。 プラスチック削減以外の、例えば、ハンドソープの詰め替えの手間が省けるといったメリットなどもアピールすることを意識しています。さらに、楽しく紹介、例えば、驚きましたや、こちらの方が使いやすいなど、感想を加えることで、取り組みへのハードルを避けていきたいと考えています。また、学内のプラスチックホースを削減する活動も行っています。 農工台には大学で収穫した農作物を販売する夢市場という触売所があります。現在、夢市場では左の写真のように農作物の販売をプラスチック包装で行っています。私たちはこのプラスチック包装を削減できないか関係者の方と話し合いをしています。脱プラ放送にはコストの増大や鮮度の低下、中の商品が見えにくくなるなどといった課題がありますが、将来的には 右の,よ右の写真のような形で販売したいと考えています。ここで私たちから皆さんに提案があります。それは皆さんが SNS を見ている時間に、脱プラ、サステイナブルと検索してみることです。私たち含め、さまざまな団体や個人が情報を発信しています。生活の工夫や代替品など、きっとあなたの生活にも取り入れられることがあると思います。 できることから取り組んでみませんかこれで発表終わりますご静聴ありがとうございましたはい東京の農工大学さん発表の方ありがとうございましたあの 3R は馴染みがありますけど 5R というのは私も今日初めて知りました皆さん発表ありがとうございましたここで高田先生からですね東京農業大学さんそれから武蔵野大学さんにそれぞれ、えー、意見の方をお聞きできればと思いますそれでは高田先生お願いいたします、はい あの農大さんの取り組み非常にユニークで素晴らしいなと思いましたあの無添加で堆肥化もされてということを考えているので循環型の仕組みにな,なってるかなということで,でそれもあの発表された方が自宅で実践されているというところも非常に素晴らしいなというふうに思いましたももととととこここのののストローっていいうう言葉があの麦わらということななで非常に,この理にかなった。 あの活動かなといいううふうに思います雇用の創出も考えられているということなんですがあの一つあの質問はこれだけこう理想的なこの形プラスチックのストローに代わるものを作られていると提案されているとするとなぜこれがこの普及しないのかなというところ価格なんでしょうかあのそれともこう宣伝不足なんでしょうか。 このあたり、一つ教えていただきたいなというふうに思います。はい、東京農,農業大学さん、えー、マイクの方をオンにしていただいて、お答えいただけますでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。そうですね、やはり、まあ、活動を始めたのがちょうど2年ほど前で、飲食店の方々もちょうどコロナの真っ只中だったっていうのもあって、えー、どうしても売り上げに伸び悩んでいる中で、通常の、えー、プラスチックストローの約 10倍近いコストにはなってしまうので、そのコストのストローを導入するっていうのが難しいっていう飲食店の方も多くいらっしゃいました。でただ、まあ、やはりその我々の活動しているストーリー性であったりっていうところも理解していただいて、えー、現在約全国で200店舗ぐらいのお店で導入していただいてます。はい。あのー、それぞれのお店にとっては、このストローの値段っていうのは全体の 資質の,の中ではそんなに大きくないと思うのでこのトータルとしてのこの環境負荷が少ないという点をご理解いただいて多少値段が高くてもこの使ってもらえるような取り組みをアピールをしてもらえればいいと思いますしあの私も今日これ知りましたのでいろんなところでこうアピールし,してあの協力したいなというふうに思います。どうううももあありりががととごござざいいまましたす、はい、ではあの武蔵野大学さんの方にも はい、武蔵野大学さんの方うは SDGs 誰も取り残さないというところまで非常に考えられてあと汚染物質吸着する汚染物質のことも考えられているというところであのこちらもいい取り組みだなというふうに思いましたただあの汚染物質含まれているものは吸着してくるものですから一回こう海にこのプラスチックのゴミになったものが出てしまうとくっついてくるので。 ゴミになる海に出る前にこう集めてアップサイクルするというようなことも考えられるといいのかなというふうに思いました。で特にあの添加剤というのはもう一貫ですよね。海を漂うプラスチックに含まれる有害な化学物質。でそういう添加剤というのは製品によってこう入ってたり入ってなかったりするということもありますので海にあの,のゴミになって混ざってしまうと そこから添加剤が入ってないものだけ取り出すっていうのは非常に難しいのであの海に入って混ざってしまうより前あの作って使ってゴミになったところでなんとかあの回収できるような仕組みを作ってアップサイクルされるといいかなと思います。でこの化学物質のところをちょっと私こだわってるのはあの蒸発しやすいものもあるんですよね加工の時に熱を加えますよね。 その時に蒸発しやすいものもあるのでそれは作業している方が空気を通してあのそういう化学物質に暴露されてしまうということになりますのであのそういう揮発しやすいものも入ってるかもしれないということもあの気をつけてもらえたらいいなというふうに思いました。あの非常に あのアピール力のある素晴らしい活動だったと思うんですが、そういういろいろ有害化学物質の問題、あのもう少しあのこれから考えてどうしたらこの作業をしている方に暴露がないようにできるかということも考えてもらいたいと思います。で、特にこの粉砕と初めにされますよね。粉あの細かくするという粉砕作業をすると細かくなった。 プラスティックそれこそマイクロプラスティックが大気中を浮遊してこう肺に入ってしまうかもしれないというのこともあの心配ですのであのそういうあたりもいろいろ考えて進めていただけるとありがたいなというふうに思いました以上になりますはい高田先生ありがとうございましたそれでは続いてはですね創価大学さんそれから工学院大学さんの発表に移りたいと思いますまずは創価大学院さん え失礼しましまた創価大学さん、マイクをオンにして発表の方よろしくお願いいたします。はい、これから八王子さん坂酒米子米粉バイオプラスティックの開発について発表します。発表者は、創価大学理工学部マルタゼミの黒澤うららです。よろしくお願いします。はじめに私たちのゼミで取り組んでいる事業の目的について説明します。八王子を代表する銀上州 高尾の天狗は八王子特産米から作られています。その醸造過程において、酒米の外側は削られ、副産物の米粉が発生します。この大量の米粉は有効活用されていませんでした。そこで、私たちのゼミでは、酒米米粉の特性分析を行い、その性質に適した加工製品を開発し、食品ロス・プラスティック環境問題の解決に貢献することを目的としています。 次に研究の背景と経緯について説明したいたします。銀城酒を作る過程で酒米の外側を約50%程度削る必要があります。この時発生する副産物の米粉でんぷんは一般的に熱や物理的な力で変成していると考えられており有効活用されていないのが現状でした。私たちのゼミではこの酒米米粉が変成して劣化しているのではなく、 新たな構造と性質を持つでんぷんに変化しており、優れた特性を持っているのではないかと考えました。そこでこれまでの授業において酒米米粉の特性分析を行い、副産物の米粉の特性を調べました。そして、ご家温度などの性質が明らかに標準米粉と異なっていることが分かりました。このの分析した米粉の性質からまず 米粉を食材として食べられる方法はないかと考えどのような加工製品に適しているのか研究を進めました米粉の固カ温度が低いという特性からしっとり系のスイーツに適していることを見出しました米粉のチョコブラウニーは製パン企業と連携し製品化することができましたまたこの米粉はケーキやクッキーには硬くなってしまい向いていないことがわかりました しかし、この硬くなってしまうネガティブな性質を逆転の発想で積極的に利用し、プラスチック代替品への応用を試みました。プラスチック代替品として開発した食べられるスプーンは、チャーハン、カレー等に問題なく使用できることが分かりました。現在、企業と連携して製品化する検討を行っています。食べられるスプーンは1回限りで役目を終わってしまうので、 より永続的に使用できるプラスチックという着想に至りましたそこでプラスチック代替品の開発から坂前米子子から直接バイオプラスチック製品を開発する発想に至りましたプラスチック環境問題は取り組むべきタイムリーで重要なテーマになってきています私たちのゼミでは様々なバイオマスからバイオプラスチック素材を作っている企業と連携することができました そして酒米粉から射出成形用ペレットとインフレーション用ペレットを調整することに成功しました。この開発した射出成形用ペレットを利用して八王子のプラスチック成形企業と連携し米粉バイオプラスチックのスプーンの試作を行いました。さらに現在新たな企業と連携して箸や箸置きなどさまざまな種類の射出成形品の施作を行っているところです。 また、インフレーション成形用のペレットからフィルムの試作品の調整を八王子の企業と連携して実施しました。試作した米粉バイオプラスチックフィルムの性質を分析し、今後、レジ袋やゴミ袋への応用することを目指しています。最後に、銀場種の醸造過程で発生する副産物に注目して、その有効活用として、バイオ プラスック製品を開発することにより、食品ロス、プラスチック環境問題に少しでも貢献できればと考えています。身近なところで発生している有効活用されていない、ちょっとしたバイオマスを積極的に探してみることを皆さんに提案いたします。発表の機会を与えていただいた東京都環境局 JCOM さんに感謝申し上げます。ごご聴ありがとうございました はい。創価大学さんの発表でした。ありがとうございました。続いて、工学院大学さんに発表していただきます。それでは、工学院大学さん、マイクをオンにして、その他の皆さんをマイクをオフにしていただければと思います。それでは、工学院大学さんの発表をお願いいたします。はい。卵格膜の電子デバイス材料への応用検討というテーマで発表させていただきます。工学院大学電気電子工学科、高機能デバイス研究室4年、森健太郎と申します。よろしくお願いします。 最初に卵角膜とは何かということについてお話しします。卵角膜は卵の卵角と卵白の間にある膜で卵角に張り付いています。卵角膜はその材料としての可能性から電子デバイス分野や医療分野など多くの分野で注目されています。以後、卵角膜をエックシェルメンブレン、ESM と呼称します。ESM には主に次のような特徴があります。まず、ESM は生物由来の材料なので そのまま捨てても微生物が分解してくれるため、環境に優しい材料です。また、食用の卵は世界中で消費されていること、卵殻自体は食べられないことから、大量の卵殻及び ESM が廃棄されています。例えば、台湾では排出される卵殻廃棄物の年間発生量は1.3万トン以上と推定されています。よって、入手しやすく安価であると言えます。 次に研究背景のご説明をします。近年、プラスチックなどの環境負荷の高い材料による環境汚染が深刻化していることから、環境負荷の高い材料に代わる材料探索は急務の課題となっています。また、代替材料の探索が急務である要因として、プラスチックは身近なデバイスにも存分に使用されているという現状があります。代表例として携帯電話が挙げられます。 下の表のように、携帯電話の材料は約8割がプラスチックであり、このまま捨てると環境汚染の一因となってしまいます。そこで環境に優しい材料である ESM をデバイス内の基板などに使用されているプラスチックなどの代わりに使うことで、環境負荷を低減し、使い捨て可能な環境に優しいデバイスの作成に役立てることを目指します。本研究ではそのための ESM の特性の調査を行いました。 ここでは行った実験について簡単にご説明します。まず ESM の表面構造を観察するために操作型電子顕微鏡とレーザー顕微鏡という2つの顕微鏡を使って表面の画像を撮影しました。画面上の画像が ESM の表面の形状を撮影したものです。この画像から ESM の表面には小さな穴が無数に開いていることが確認できました。 観察結果から私たちは特に ESM 表面の形状に注目し、下の図のように ESM を水に浸すと穴に入り込むような形で水を吸収するのではないかと考えました。また水を吸収できるのならば吸収させる液体の種類を変えれば ESM に様々な性質を持たせられるのではないかと考えました。この考えを確かめるため、 本来は電気を通さない ESM にカーボンナノチューブインクという電気を通しやすい物質を含む液体を ESM に吸収させ ESM を電気を通しやすい膜にする実験を行いました。その結果がこちらの表になります。元の ESM は電気を通さないのに対しカーボンナノチューブインクを吸収させた ESM、MM、は平均して800オーム程度と電気を通しやすくなったことが分かりました。 以上のような実験結果から ESM の特徴として表面に小さな穴が無数に存在することが確認できその表面構造によって液体を吸収できること ESM に吸収させた液体の性質を持たせられることが分かりましたよって ESM の応用展開として汗などの液体を含むと反応を示すセンサーデバイスや電気を通しやすくできることを利用した金属を乗せることなく配線できる回路基板などへの応用が考えられます 以上で発表終わります。ありがとうございました。はい、工学院大学さんの発表でした。ありがとうございました。ここで入江先生、高田先生のお話をお聞きしたいと思います。創価大学さん、工学院大学さんの発表をお聞きして、えー、まずは入江先生、いかがだったでしょうか。はい、えっとまず創価大学のあの方のこの米の外、精米した時の外側を生かした 製品作りということなんですけれどもとても面白いなと思って聞いていました一度なんかご飯食べに行った時に、まあ、食べられるお皿みたいなのがあってもなかの皮みたいのに物が乗ってて丸ごと食べれるとかだったんですけど他にト透レとかが。 多分食べられるプラスチックっていうのであのパッケージごと食べれるみたいなものを作っていて面白いなって思ったんですけどこのスプーンも面白いなと思ったんですが私ちょっと質問があってこの,あの成形した後の米粉のバイオプラスチックスのスプーンの試作されてるっていうことなんですけれどもこれは、えっと、バイオプラスチックとバイオマスプラスチックってあってこなんかちょっとややこしいなって思ってたんですがこれ生物分解性があって完全分解するものなのかそうではないのかっていうのをちょっと教えてください。 はい、創価大学の皆さん、マイクの方をオンにしていただいてお答えいただけますでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。えっとですね。あのバイオプラスチックの開発を始めたのが、本当にこの1年で始めた事業になっておりまして、あの今絶賛で絶賛あのそのスプーンのタイプとあのフィルムのタイプのですね。成分改正がどのようになるのかということを実験している最中でありまして、途中経過としましてはあの？ 先ほどもあったんですよ操作型電子顕微鏡で観察をしたところ、そ酒米米粉が入っているプラスチックの,その6ヶ月後の観察と最初の観察を比較すると、明らかに微生物が多く繁殖していることが分かっているので、生分解性があるのではないかという過程が今、立っております。 これ例えば完全に分解されるのか、それともこの時何か点化しているものがあったとしたら、それはずっと残存していくと、その,子にきあそのものに吸着性があったりとか、そういうのはどうなのかなというのがちょっと気になりましたが、これからという感じでやっていきたいと思っております、うんはい、かりますりりしたありがとうございます。 はい、では高田先生、工学院大学さんいすあの工学学院大学さんも創価大学さんもこのバイオマスあの生物由来の素材を使うという点で、両方素晴らしいあの取り組みだなと思いましたが、両方ともこの最後はなこうプラスティックと混ぜたり、カーボンナノチューブと混ぜたり、まあ、人工的なものとこう混ぜてるところで、少し今、入江先生の。 ご質問のようなこう大丈夫かなという懸念が出てきていると思いますので、まあ、できればこのバイオマスから生物から作ったものだけでこう走るというようなところにいけるといいのかなというふうに思いましたあの M の工学院大学さんの ESM の方に一つ質問は水を吸った後の強度っていうのはかなりあの保たれてるんでしょうかそれともボロボロになっていく弱くなっていくんでしょうかか、はいえー、森さんいかがでしょうか。 はい、えっと、強度の方はです、ね、えっと水を吸っている時は、えっときは結構柔軟性があってあるんですけれどもえっと、割とすぐに蒸発してしまって、うん、えっと蒸発してしまうとパリパリになってしまうのですごく脆いという形なのでもしその柔軟性が欲しいのであれば、えっと、何か、えっと、水の水分を保つような処理が必要になってくるのではないかなというふうに思っています。 はいありがとうございますその辺もまたこれからチャレンジしてみてくださいはいありがとうございますはい入江先生高田先生ありがとうございました、えー、食品ロス問題プラスチック削減問題それぞれの議題で8大学の皆さんにここまで発表していただきましたあの本当にどの大学の発表もあの私もね普通にあの,こうあの聞きあの聞き入ってしまって、えー、勉強になるものでしたありがとうございました。 このあとはですね、えー、食品ロスプラスチック削減の専門家であります入江先生それから高田先生の方から講演,講演をいただきたいと思っておりますまずは入江先生の方からですね、えー、お願いいたします、はいえー、ではあの私の方からですねあの皆さんのたくさんの刺激をいただいた後でするのも恐縮ですがあの少し大きな視点でお話しできればいいかなというふうに思って今日お話しさせていただきます 食品ロス削減。これは一体誰のためということで、東京農業大学入江美が発表っていうかお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。次お願いいたします。えま食品ロスの問題っていうのは、ま、世界の問題というふうに言えます。で食品ロスと、ま、食品廃棄物っていうのがあるんですが、この言葉の定義ちょっとさせていただきますと、食品ロスは、ま、本来食べられるので、本来過食部と。食品廃棄物っていうのは 例えば魚の骨とか鳥の骨みたいな、まあ、不可食部であったものです。この2つを合わせると世界の食料生産量のうちの3分の1がまあ廃棄されているということが大きな問題となっています。でかたやですねそういう廃棄の問題があるんだけれども、まあ、同じ地球の上に今 1, 1年間で大体1人当たりですね1 0 0まあ食品廃棄するっていう先進国の人と、えーまあ、飢餓人口っていう人たち で、それがお、まあ、多くは、ま、途上国に分布しているとい。食の不均衡というのが起こっていて、同時にこれが起こっているというのが、ま、大変大きな問題になっています。で、このことを踏まえて、ま、国連は、ま、目標を掲げていて、2030年までに食品ロスと食品廃棄を合わせてですね、この量を、えー、半分にしようということを目標として掲げています。次をお願いいたします。で、えー、今皆さん本当にいろんな活動をされているんですけれども、少しだけ、ま、ちょっと離れてみて、えー これがどんな環境問題につながっているのかっていうところで、えー、温暖化っていうことで考えたいと思います。食品ロス削減することの意味ってどこにあるのかですけれども、温室効果ガス、まあ、たくさん出ているわけですが、この食に関係するところで、土地利用とか土地利用を、まあ、変えていくところから廃棄するところまでで、大体温室効果ガス、総排出量の大体いい34%出ているということが、まあ、明らかにされています。まあ、とても大きいわけですね。で、これを、まあ、もし、 その34%使われているうちの3分の1は捨てているというふうになっているわけでそこを3 2分の1に目標にしているので2分の1っていうふうにすると全体の5.5%世界の総排出量の5.5%、まあ、ざっくりの計算ですけど削減できますこれはどれぐらいの量なのかっていうのを考えると今ここにはこういうふうにこうラテンアメリカのことを書いているんですが日本のことで考えると日本の総排出量の2カ国分以上ですね 2個の日本分以上の削減というので、まあ、とても大きな効果があるというふうに言えます。でどこで出るのかなっていうのはすごく気になるところだと思うんですけど、具体的にアイテムごとにちょっとあの出した論文があるので紹介したいと思います。次をお願いいたします,、えっとですねあの。ここには農業は環境に優しくないって書いてるんですが、まず農業ということそのものでいくと、農業っていうのは水も使うし、肥料も使うし、まあ、土壌も使っていてエネルギーも消費するという意味で、 あのそういう産業なんですね。だから絶対環境に優しいっていうイメージは必ずは正しくないというふうに私は考えています。やり方次第でも大変環境に負荷を与えています。で、これはですね、この右側のとこを見ると、牛肉1キロでどれぐらいの温室効果ガスが出ているかを見ると、まあ、大変大きい量であるってことが分かります。でお米1キロ作るのにも、温室効果ガスで大体4キロ、ね、出しているっていうふうになりますで。アイテムごとにちょっと見ていくと、まあ、牛肉が多くて、その次まあ、 牛乳、あの乳牛ですね。っていうのが多くて、だんだん、あの、畜産物が大きくて、作物が少ないというような形になりますが、一体どこで出るのかって思うと思うんですけど、土地量と土地量改変、あと肥料、あと農場で出るっていう緑と青と赤の部分が大変大きいことが分かります。これを全体で合わせて平均すると、8割が生産地で出るということになりますで。生産国でたくさんの温室効果ガスを出て、まあ、食品のアイテムっていうのはできていると。 で果たしてじゃあちょっと日本の方のことを見てみたいと思います。じゃあ次のスライドお願いします。日本の食品ロスの現状ですけれども、日本っていうのは先進国の中で食品自給率がカロリーベースでもとても最低というふうに言われていて、とても低いんですけれども37%で、残りの63%は海外から輸入して、その2つを合わせて私たちの食生活は成り立っています。で、そうやって両方から合わせて でさっき言いましたが生産地でたくさん温室効果ガスは出るのでそうまでして作ったものを国内に運んでそこからさらに多くの食品ロスが発生していますでこの量ですけれども、まあ、見ると青い方がですね、えー、事業系ですで赤い方の内訳がまあ家庭系ってなって若干事業系が多いですがおよそ1対1ぐらいの割合で出ているっていうふうに見れますので家庭系私たちのお家でできることもすごく大きいし事業系のところの役割もとても重要 と言えますでこの量がちょっともう感覚が量が多くて分からないんですがどれぐらいかっていうと国連の,の WFP って言われる団体のところで、えー、食料援助してる量の年間の量が420万トンですのでそれよりも多い量を私たち日本だけでも食品ロスとして、まあ、毎年排出しているっていうことになります。でちょっと事業系除いて家庭系の方ですけどもあんまりこう堆肥化とかできればいいけど自殺していませんのでほぼゴミとして燃やされています。でそのために かかっている国家予算というか、まあ、実際には自治体で払っているわけですが、それがあって、それを人口で割るとですね、大体1人1万6000ぐらいゴミを燃やすために出していると。必ずしも食ロスだけではないんですけども、そんな無駄なことにもなっています。次お願いいたします。で、もう一方の問題で、実は国内、日本っていうのは相対貧困の割合、あの、貧困との人の割合が、 G7 の中で第2位とアメリカについて第2位っていうのが、まあ、日本の状況です。で、6人に1人が相対貧困の人であると。で、えー、これがすごくあのコロナで今また相対貧困の人の数動いていると思いますけれども、えー、Save the Children in Japan が東京都内の一人親世帯の高校生のところに1世帯当たり3万円の給付を去年度していて、その時に、まあ、アンケートを取っているんですけれども、それで 何が大変かとか、どんなところで出費が増えましたかっていうのを聞いたときに、食費が増えたっていう人たちが9割以上。で、赤字であるって言ったところが8割。私が最もショックを受けたのは、あの、高校生であるっていうことをこう続けるっていうことが困難だって答えた人が3割です。でこうすると学びが止まってしまうということになります。で、じゃあこれをほっとくのがいいのかっていうところで、いいのないかなって思ったんですが、そしたら相対貧困の あ貧困にかからず、えー、社会的にそういう人を放置した場合に、どんな社会的な不利益があるかっていうのを、まあ、試算したものがありまして、えっと、中学校3年生ですね。高校は自由なので、中3の子たちにその子たちが、えー、今の割合のままで貧困であり続けた場合と、まあ、何かでこう収穫することが継続できた場合っていうので試算したものによると、えーまあ、社会的にも、えー あとは国が払わななけければいけない予算ですねそのためにサポートしなければいけないお金というのが1兆円規模さらに大きくなるということで食べ物を今、食品ロスになっちゃうのを困っている人たちに渡すということが人のためだと思うと思うんですけど多分そうではなくていつか自分もその人にしっかり働いてもらって一緒に社会を作っていくという仲間なので支え合うということのために食べ物を届けるこれはとっても大切なことだと思っています。 だからちょっと順番前後するんですが食品ロスを減らすということは未来を担って支え合う人とつながってますというふうに思っています。で最初にちょっと言ったんですが食品ロスを減らすということは環境負荷を減らすということに大きく見れば本当につながっていてしかも消費者一人一人が関われるという非常に具体的なことなのでとても大切というふうに考えられます。だからら皆さんがやってらってしゃる活動これ本当に大切で 未来につながるとても重要な活動だと思って、あの大変今日は嬉しく思っています。私からはここまでです。はい、入江先生ありがとうございました。続いて、高田先生の講演に移りたいと思います。高田先生、よろしくお願いいたします。はい、あ、スライドお願いします。はい、資料の方でます。はい、じゃ、はい、<は>あの、私の方から話させていただきます。次のスライドお願いします。現在、あの世界的に、この海の。海、それから川。 それから魚介類、そして果ては人間までこのマイクロプラスティックで汚染されているということが報告されています非常に懸念になっていますで、この背景は、ですね、あのよく皆さん理解してもらいたいのはプラスティックという素材が、いずれは紫外線やあるいは物理的な劣化によってあのマイクロプラスティックになってしまう存在であるということなんですねでマイクロプラスティックになったものはどうなるかというと次お願いします その後海に流れ込んできて魚介類に取り込まれる。次お願いします。で、魚介類に取り込まれると、これはまた人間が食物連鎖を通して人間にも入ってくるということになってしまいます。次お願いします。で、そんなわけで我々がこの陸上で使っているプラスチック、これがあの、いずれはマイクロプラスチックになってしまうということですので、この陸上でのこのプラスチックの使い方、あるいは あの廃棄過程について、あの廃棄物管理についてしっかり考えていかなければいけないということになります。次お願いします。で、陸上での廃棄物管理こうしっかりしていくと言っても集めるだけでは何とも溜まっていってしまうだけだということで、じゃああの埋め立てればいいのか、燃やせばいいのかということになりますが、両方ともあの欠点があります。じゃあリサイクルすればいいのかということで次お願いします。リサイクルについてもうちょっと。 あの深掘りしてみたいと思いますすなわち大量消費大量リサイクルが果たして持続可能なのかどうかということを皆さんとこの時間で考えてみたいと思います次お願いしますあのまず一つ押さえていただきたい点はリサイクルにもエネルギーもかかるし手間もかかるということそしてリサイクルに伴って二酸化炭素も発生して温暖化が起こってしまうということがあるということになります次お願いします 例えばペットボトル一本作ってリサイクルするだけで140グラムの二酸化炭素が発生します。140グラムの二酸化炭素というのはエアコン30分を動かしたのと同等の二酸化炭素ということになります。エアコン30分我慢するのとそれともペットボトルで水一本のものどっちが皆さんいいですかね。やっぱりエアコン30分を動かすことの方が夏場あるいは冬場はいいんじゃないかと思います。それで。 あのガラス製のリターナブルビンにすればそれは半分で済むということになります次お願いしますでこういうエネルギーの問題だけでなくてマイクロプラスティックを使っている段階でマイクロプラスティックあるいは有害化学物質に暴露されるという問題もあります次お願いします例えばこのペットボトルというのはまさにプラスティックで作られた容器ですからその内側にもマイクロプラスティックがだんだんにあの出ていくわけです ペットボトルで水飲んでいる人と、あるいは水道水で水飲んでいる人を比べると、ペットボトルで水を飲むと22倍マイクロプラスティックをより取り込んでいるというようなことも報告されてきています。次お願いしますで。マイクロプラスティックだけでないんです。有害化学物質もペットボトルの蓋にあの環境ホルモンが入っておりまして、そういうものが、えー、溶け出してくる、そして人にあの飲み物を通して入ってくるということもあります。 じゃあ飲み物ででなければいいいいのかととうことで次をお願いしますペットボトルを作らずにじゃあ,あの衣服を作りましたとあのペットボトルハイペットボトルをリサイクルして衣服を作るという取り組みもありますがこれも衣服を選択すればマイクロプラスチックが出て川や海を汚染するということになりますのでこれもまた持続可能な方法ではないと思います次をお願いします。 さらで、そういう点で、あの、問題はですね、このマイクロプラスティックあ、プラスティックのリサイクルに伴って、プラスティック、ポリマーだけでなくて、添加剤もリサイクルされてるしまうという問題があります。これについては、最近、こんなような論文が出てきています。次のスライド、お願いします。あの、リサイクルして作った子供用のおもちゃから、 あの法律で禁止されているような有害な添加剤が出てきましたよというそういうような報告例があのいくつもの論文で報告されていますあのリサイクルに伴ってポリマーはもちろんリサイクルされますが一緒にこの分解されにくい添加剤これもリサイクルされて思わぬ人、例えばこの場合子どもですね子どもに暴露されてしまうということも問題になりますリサイクルというのは万能ではないんですね次お願いしますで あの、最後に申し上げたいのは、海岸にあの漂着しているこのプラスチックというのも、これのアップサイクルというのも、危険を伴うということも最後にお話ししたいと思います。次お願いします。次お願いします。で海岸にあの漂着しているプラスチックには、いくつかの種類のタイプの汚染物質があの含まれています。一つは周りの海水中から、 吸着してきた汚染物質とということになりますですから海に入る前にこのプラスチックはなるべく回収してアップサイクルした方がいいわけです。だからもう一つはいろんなプラスチックにそれぞれの用途に応じていろいろな添加剤が加えられています。その中にはあの生物の生殖作用に影響を与えるようなものも含まれています。通常の使用にあたっては溶け出してこないようなものが細かくなるあるいは生物に 取り込まれることによってそういうものが溶け出してくるということで問題になってくるものです。加えて次のスライドにお願いします。あの色がついているプラスティックというのは実はかなりあの気をつけなければいけないということになります。あの色を加えつけるための薬着色剤あるいは染料顔料というものを作る段階でその副産物として有害な化学物質が発生する場合があります。 PCB の中であの分子量の小さいものですから揮発しやすいようなもの,であの神経系に毒性を持つような化学物質が実はこの染料顔料の中に含まれているということでそれが色のついたプラスティックに含まれているということも最近明らかになってきています次のスライドお願いします私たちの研究室で修士課程の学生さんが海岸で拾ったプラスティックを色別に分けて あのその有害化学物質を測ってみました左側からあの赤色のマイクロプラあの破片それからその隣が緑色の破片その隣が青色の破片それから一番右が白色の破片を調べていますがあの見てわかるように一番左側の,、えー、あの赤色の破片からはあの染料顔料に由来するあの毒性物質。 神経毒性を持つような物質が高い濃度で出てきます、えー、できればこういう海岸で拾ったプラスチックを使ってあのアップサイクルするのであれば一番右側の列にあるようなあの白いものだけ使って、えー、アップサイクルするという方があの作業者にととって安全だと思いますこの手の化学物質というのは揮発しやすいので作業する時に加熱すると。 あの、作業者に暴露されてしまって、長期的には良くないと思います。次お願いします。で、こういうわけで、あの、焼却もダメ、それから埋め立てもダメ、リサイクルも限定的であるとすると、プラスチックの使用自体をこの減らしていかなければいけないということになります。次をお願いします。で、次のスライドをお願いします。で、プラスチックの使用自体を減らすとすると、あの、どういうことを考えなければいけないかというと、社会の中での物の回し方を この根本的にに変えてていいいくくというようなこととうこが必要になってくると思います今日も測り売りと一つ物の回し方の,あの変える例として出てきましたがまあそういうのものを中心として社会の中でどういうふうにあの物資を回していくか社会の作りあの仕組みそのものを変えていくということと皆さん今日ご提案になったいろんなバイオマスあるいはバイオマス関連の素材を使うということを組み合わせていくことが これからの,あの21世紀の残りの,あの世界にとって大事なことではないかと思います。どうもありがとうございました。はい。高田先生、ありがとうございました。 入江先生と高田先生の発表を聞いて、私からもあの感想を二つだけお話しできればなというふうに思っております。あの、まず一つ目は、まあ今日取り上げているこういったまあ社会問題、環境問題と私たちのつながりという部分ですね。特にあの入江先生のお話を聞いていて思ったんですけれども、私自身も YouTube で社会問題、環境問題について発信していて、まあどれだけ声高に環境問題解決しようって言ったと、言ったとしても、やはりこう外から教え込まれるような形で言われるのではなく、まあその人たちの 内側から湧いてくる問題意識を持つっていうことが、まあ、よりこう持続的な活動をしていくために欠かせないと思うんですね。まあ、そのために私が考えているのが、今世界で起きている社会問題と自分の生活がどういうふうに繋がっているのか、関係しているのかっていうところを知るっていうところが、まずその内から湧いてくる問題意識を持つために欠かせないと思っていますので、まあ、そういった点であの、入江先生のあのお話はとても参考になりました。それから高田先生のお話の中で、スライドの中で印象的だったのが、リサイクル神話というまあ言葉で、実はあの、私もあの、YouTube を作る 高田先生の,あの記事とかも読ませていただいたんですけどもそういった時にもすごく印象的だったんですけれども、まあ、今 SDGs っていうキーワードがすごくこう、あのーまあ、世の中的にこう、まあ、トレンドになっていて、まあ、ある意味こうリサイクルっていうものが、うん。 今のこの大量生産、大量廃棄社会の、なんていうんですかね、この言い訳のように使われてしまっている部分もあるのかなというふうに思っていまして、で日本からもあの古着が大量にアフリカに輸出されているんですけれども、そういった古着が実はアフリカで、えー、まあ廃棄されずにこう海に流れ出てしまっている問題とか、実はそういったものが現地の産業を破壊しているという問題も起きていまして、まあ一,まあ、一見こう見かけ上はいいことのように思われていても、やはりその中身をちゃんと理解しないと逆に問題を深刻化させてしまう可能性もあるというふうに 思うんですよねヨーロッパのことわざに「地獄への道は善意」で放送されているという言葉もありますけれどもやっぱそういった善意が本当に善意として機能するのかっていうところを知るためにはあのこういったことをちゃんとこう知識を身につける必要があるなっていうふうにお話を聞いていて感じました。ありがとうございました、はい、それでは食品ロス使い捨てプラスチック削減に向けさまざ、あ、まな発表ご意見を伺ってきましたがここからですね質疑応答の時間に移りたいと思います。 ここまで視聴者の皆さんからたくさんの質問が寄せられていますので、時間の許す限り質問にお答えしていきたいと思います。まずはですね、入江先生への質問が来ていますえ。質問者は飲食店経営者の方からです。 お客様が残されたお料理はテイクアウトできるようにバッグなどをパックなどを用意しています。ただコロナの関係でお持ち帰りしてくれるお客様も少なくやむを得ず廃棄をしております。お客様側の意識を高めるポップを作成予定なのですがお客様側の心に響く内容などあればアドバイスをいただけると幸いですという質問です。いかがでしょうか。そそううでですねああの実はそのの実持ち帰りできるっていうこと今環境省もあの 持っっっててててこいうのでで打って出てるわけですけすどドギーバックという言い方じゃなくて「もっとエコ」って書いて「持ってこ」ってなってるんですけどあのこのあなたの活動があの食費ロスを減らしますとかあの小さな活動じゃないんだっていうことを伝えるっていうことがもうとっても大事だというふうふに思ってましてあの持ち帰りしたいっていう人が外食での食費ロスを減らすために何したいかっていうのでどうあるべきかという時に持ち帰りたいという人が一番多い。 っていうようなこうアンケート結果もリクルートので出てましてあのこの活動で食のロを減らせますとかそういうことをそこに書くっていうのがとても大切かなって思います、うん、あのなんだろう自分で,できやってる活動が一体どこにつながってるのかっていうのがすごく見えにくいと思うんですね、はい、なんかこう浅ましいじゃないけどその持って帰るのはちょっとなっていうんじゃなくてその活動がすごく、ま、今の言葉だとエシカルかもしれないしそれが 私たちの地球を救うことになるんだっていうことでもいいしこう大きなターゲットもちゃんと示すっていうようなことがいいのかなと思うんですあの見た目のアクションは小さいけどこれはすごくあのいいことなんですっていうのをその場でなんか遠くにあるといけなくてよく思うのはこうメニューの下とかにあるといいのかなってよく思いますけどそういうふうにして具体的に伝えていくっていうのはとても大事かなと思います。 なるほど、ありがとうございます。あの、私もさっき入江先生の話聞いて、そこでちょっと言いたかったことがあったんですけど、うん、あの、人間ってどうしても必ずしもその正義の方向に動くとは限らないと思うので、うん、まあそういったことをするとじ、実は自分も得をするんだっていうことを感じてもらえる。うん、まあ例えばなんか持ち帰るとスタンプが1個もらえて、うん、5個貯まると何かあるみたいな、そういったこととかもいいのかなって今聞いていて思いました。うんはい ありがとうございます。もう一つゆれ先生へ質問が来ています。うん、生物は極力冷凍などしておりますが、冷凍したのを忘れてしまい、しばらく冷凍庫の中に放置された食材は半年経っていても解凍すれば食べれるものでしょうかという質問です。いかがでしょうか。そうですねあの。食品のすごく難しいんですけど、はい、ちょっと、えっと、家庭でのフリージングは多分少し早めに食べた方が多分いいんですね。でアイスクリームは実は賞味期限がこれまでずっとなかったんですけど、 皆さんの清潔とかの意識からあ、あえてアイスクリームにも消費期限、今つき始めているんですけれど、うん、本当にあの工場とかで一気に瞬間冷凍したものっていうのは、とても安全っていうふうに思います。で、忘れないようにすることがとても大切なんですけど、あの、私デンマークに1年行ってたんですが、デンマーク行くとこう牛乳パックに目の絵とは鼻の絵と、こう、ベロっていうか、牛乳パックにそのプリントがされていて、はい、期限を超えてても匂い嗅いで、 あの目で見て大丈夫だったらそれは大丈夫なんですっていうふうに書いてあるんです。うん、まさにそれだと思うんですね。うんうん、賞味期限超えてなくても常に長い間放置してた牛乳は多分ダメになっているし、うん、自分で確認して大丈夫だったら本当に大丈夫。うん、で、それが本当に食品ロスを減らすっていうことに繋がると思います。逆にダメだったら。 あの勇気を持って捨てるしかないと思います、うん、なるほど、はい、ありがとうございますその消費者としては本当に賞味期限消費期限の違いを知るとかそういったところを、ねうん、あの知識を身につけていくっていうだけでも食品ロスの削減に貢献できるのかなと私も思っておりますありがとうございますそれでは三個目ですね高田先生の質問ですプラスチックという物質そのものに問題があるのかそれとも捨て方や処分の仕方に問題があるのでしょうかという質問が来ていますがいかがでしょうか はい、えー、ありがとうございます。あの、私は、あの、最近、ここ数年の研究も踏まえますと、プラスティックという素材自体に問題があるというふうに考えています。あの、すべてのポリマーではないですが、一部のポリ、いずれは、この、あの、劣化するということを、マイクロ化するということを考えると、もともとの、その、モノマー自体が有害な物質も、ポリマーもいくつかありますので。 あのプラスチックという素材あの全てのポリマーではないですがいくつかのポリマーはそれ自体がこの問題だというふうに考えてますでもちろん捨て方必要な部分もありますのでそのリスクとそれからメリットを考えてあの必要なものについてはこの捨て方を考えるあるいはあの再使用の方法リサイクルの方法を考えてということになりますが。 あの廃棄物処理の問題だけではないと思います、使うこと自体、やっぱりあの減らしていかなければいけないいと思います、うん、なるほど、ありがとうございます、私もその大量生産、大量放廃棄とか、そういった問題を考えても、結局やっぱりリ,リデュース、減らしていくことが本当に一番大切なのかなとも、うん、私も普段考感じていることではあります。 えもう一つ高田先生質問です。東京農業大学さんから草草草ストロー発表がありましたが、ストローを使わない選択と草ストローを使う選択どっちの方がいいのでしょうか。今の質問にも関わってくるのかなと思うんですけれどもいかがでしょうか、はい。これはやはりまずストローを使わないあの選択肢を優先させるべきかなというふうに思います。はい、あの他のいろんなパッケージでも容器包装でもそうですが。 使わない選択をまず極めていって、それでも必要なものについては、バイオマス自体を使う。で、バイオマス自体ではどうしても性能的に不十分であれば、バイオマスプラスティックを使う。で、そういうバイオマスプラスティックはなるべく、あの、コンポスタブル、あの、コンポストにできるぐらいの成分解成を持つものにして、コンポストにしながら、あの、循環させていくということだと思います。まずはあの使う ストローであれば使わない選択というのが初めかなというふうに思いますはい、ありがとうございますもう一つですね高田先生の質問ですこちらの質問は、えー、主婦の方から質問をいただきました子どものおしゃぶりなど育児に必要不可欠なものにプラスチック性が多いと思いますがなかなか、えー、大体の品もなくどのようにするべきなのでしょうかまあ消費者としてそもそも選択肢がほとんどないといった状況だとどうどのようにするべきなのかお考えをお聞きできますでしょうかあのー 子供用のそういうおしゃぶりであるとか、えー、玩具おもちゃですねそういうものでもプラスチックじゃないものが使っているメーカーさんもあのありますのでそういうところマイコを毎こと探してあの購入されるというのが一つだと思いますあのなかなかここで具体的なメーカー名を挙げることもどうかなと思いますがあの確実にありますのでそういうメーカーを探していただくということと。 もう一つは今この質問されている方がおっしゃるように選択肢が我々消費者に少ないというところも問題だと思います。はい、あのいろんなあの講演会等で企業流通の方や作,る作り手の側と一緒になることもありますが私が流通業界の方に申し上げているのは我々消費者に選択肢を与えてくださいと高くてもいいからあの環境負荷の少ないものも並べてあの。 陳列棚に並べてもらうようにしていただきたいということはよく言ってることでまさにこの質問者の方が言うことだと思いますね。なるほどありがとうございます。まあそういったなんか選択肢を増やしていくっていう観点においては消費者の側から声を上げていくっていうことも必要なのかなというふうに思っております。うん、私たちが声を上げることによってそこに企業がまあニーズを見出してま商品を作るっていうこともあると思いますのでそういった意味でもやはりまあ消費者レベルの意識を上げていくっていうことも必要なのかなと思います。 もう一つ高田先生へ質問です。北海道の大学生です。えー、農工大の活動で皆さんが行っているプラゴミ減らす活動をもっといろいろな人に広めるためには何が必要だと思いますかという質問です。高田先生いかがでしょうか。はいあのな,なかなかあのコロナ禍であの今学生さんを行っている活動も SNS を使ってというところに、えー、なりますが。 あのよ横の広がりを作るということは大事かなと思います、うん、学生間での,あの。今回発表した3人の学生さんもあの我々教,教職員の側からこういう活動をしてくださいというふうにお願いしたというよりは我々の 5R の宣言に聞いて何かしようということで横につながり始めたということで。 横につながることをさらにあの SNS を通して横につなげていただけるといいのかなというふうに思います。はい。ありがとうございます。あの、ま、この質問に関して一応私も専門的な部分なんでお答えすると、私も今 YouTube で登録者がもうすぐ12万人ぐらいいて、社会問題に関連するチャンネルとしてはかなり大きな規模になってきたんですけれども、まあ、基本的にサムネイルとタイトルはめちゃめちゃ煽るんですね。まあ、というのも、やはりこう人間っていうのは、 どれだけ環境問題解決しようとか、社会にいいことをやろうっていうふうに言っても、まあ動く人は動くんですけど、それで多くの人を巻き込むのはやはり難しいというのが正直、あとずっと発信活動を7年ぐらいやってきた私の感想でして、まあどうしてもこう、あのまあ、こう興味を持ってしまうとか、あとはこれを見たら得をするんじゃないかとか、もしくはこれを見なかったら損をするんじゃないかとか、そういった人間の心理をうまくこう、 ね、あの、逆手にとって発信をしていくっていう、まあ、そういう戦略的な側面も、特に皆さん、SNS で情報発信されている方は、意識するといいのかなというふうに、あの、私は感じました。はい。えー、入江先生、高田先生、ありがとうございました。さて、えー、時間も、あっという間にお別れの時間がやってまいりました。今回出演いただきました入江先生、高田先生ですね、最後に全体の感想をいただければと思います。入江先生、本日はいかがでしたでしょうかあそうですね、あの、 実はあの、食ロスのことをやっていく中で、容器包装のことも、ま、欠かすことができないというか、とても重要な問題で、あの、いろんな取り組みのこととかも調べていたんで、あの、今回このプラスチックのことも、食ロスのことも合わせて、あの、皆さんの活動をですね、聞くことができて、本当に私自身勉強になりましたし、なんか、なんだろう、あの、元気が出るなっていうふうに思いました。今、あの、なんだろう、今の人たちって今、大学生の方が今お話してくださったんですけど、これからのもう消費を、 牽引していく牽引者であるので、はい、こういう人たちが横につながって、こういうふうにしていこうとか、こんな商品が買いたいし、こういうのを作ってっていうような感じで、うん、とか、もしくはいい商品作ったものを買っていくとか、食品ロスの減らし方で、こうやったらうまくいこうっていうのをどんどん発信していくっていうことによって、積極的に取り組む企業が、まあ、例えば生き残っていくとか、そういうことが起こってくれば、みんながそれにまあ乗っかってっていうと変ですけども、うん、こうすればいいんだなっていうことが広がっていくので、大きく変えていく、あのすごい機動力、 になるんじゃないかなと思って今日とても勉強になりましたし皆さんの活動本当にあの楽しくあの聞くことができましたありがとうございますはい礼先生ありがとうございますあの今日発表いただいた皆さん Z 世代と呼ばれる世代だと思うんですけれども、まあ、海外そのアメリカとかヨーロッパだと Z 世代の人々を向けたマーケティングとかも始まっていて日本は逆にちょっと遅れているので多分これからその波が来るんじゃないかなというふうに思っていますのでだから皆さんにそういった波をもっともっと作っていただけたらなと思っております <laughs> 高田先生お願いいたします、はい、あの今回このイベントのタイトルをいただきまして「食ロスとプラスチック削減」ということであのよくプラスチックの関係の講演会とかパネルディスカッションに行くとメーカープラスチック業界の方からこのプラスチックはこの食品ロスを減らすのに大きく貢献しているのになぜ攻撃するのかと。うん いうことを言われ続けてきましたが今日の講演あの皆さんのお話聞いてその2つは実は食ロスとそれからこのプラスチック削減というのは実は両方同時に解決できる問題だし解決しなきゃいけない問題あの使うあの素材をこう変えていくバイオマス以来のものに変えていくということともう1つはこのものの回し方を変えていくということですかそれによって両方同時に解決できるし。 解決しなきゃいけない問題だなということを、皆さんの講演からあの学ばせてもらいました。特に東洋大学さんの発表の中、食料その発表でしたが、その中であの量り売りの話がありましたね。で、プラスティック問題の解決にもやはり量り売りというのは一つ大きなところになると思いますので、あの素材を変えると同時にこの社会の中でのものの。 回し方、販売の仕方、流通の仕方を変えていくということは実はセットで考えないといけないんだなというふうにうすうすう考えていたことが今日皆さん若い世代の方の話を聞いてよく勉強することができました。ありがとうございました。 はい。高田先生、ありがとうございました。あの、私も今日皆さんの発表を聞かせていただいて、本当にその大学生の皆さんが、あの、素晴らしい取り組みをされているのを、あの、知れて嬉しかったですし、私はそういった、あの、皆さんの取り組みをね、もっとあの広めていくっていう認知拡大にも、ぜひ、あの、お手伝いさせていただければなと思いますので、あの、皆さん、これからもどうぞよろしくお願いいたします。 はい。高田先生、ありがとうございました。えー、視聴者の皆様、えー、今 YouTube のライブ配信をご覧の皆様、えー、概要欄ですね、えー、本日のアンケートをご用意しておりますので、ぜひご協力をいただけますと幸いです。アンケートは簡単な内容となっていますので、えー、概要欄のに記載のリンクを確認いただき、ご協力いただければと思います。また本日の動画はアーカイブ、アーカイブとして残しますので、えー、後日ご覧いただくことができます。 冒頭でも申し上げましたが、食品ロス、使い捨てプラスチック削減については私があのナレーションを務めました動画もありますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。それではまもなくこのウェ,ブウェビナーも終了となります。参加してくださった各大学の皆さん、本日は本当にありがとうございました。えー、視聴者の皆さんも各大学の取り組みを参考にですね、えー、今日から環境にちょっといいことを始めてみていただければと思います。それでは本日はご視聴ありがとうございました。